今回ですけども心除去シミ取りレーザーペンを購入したのでこちらを使ってみたいと思います。購入価格は2580円、超激安です。使ってみないと何とも言いにくいのですが、はっきり言いますとあまり信用の方はしていません。この価格でまともに使えるとは到底思いません。購入したサイトは楽天市場、こんな感じで大量に売ってます。ちなみにアマゾンには売っていませんでした。アマゾンにないのもびっくりですね。でどんなものかと言いますと、充電式でバッテリー内蔵のペンタイプのレーザー、シミ、ほくろ、イボ、入れ墨、脂肪粒などを除去できる装置、こちら本体、肌の状況に応じて9段階の調整が可能、LED ライト、スキャンニードルは2種類、細いタイプが5本と、あと太いタイプが1つ、こんな感じです。では実際に使ってみたいと思います。顔は怖いので腕のシミとかほくろでね試してみたいと思います。ほくろの除去方法は直で当てないで正方形でスワイプするみたいです。スワイプ、ではまず弱めからね使ってみます。あとはアウトボタンを押しながら当てればいいみたいですね。では最初はこの小さいところから、ちょっと怖い、おお、完全に焼いてる感じ、光ってるし焦げてる匂いがします。腫れてきてるのが分かります。大きいのは周りを囲むみたいだけど、今回は小さいので直でね当てちゃいました。今使った感じでは2度も十分強いですね。なんかね痛かゆい感じですね。擦りたくなります。剥がれちゃいました。なんかすりむいたような感覚。ではね、これもやってみます。シミかほくろかわからないけど、このねポチッとしたやつ。焼けてますね。
まだ少し残ってる感じ。多分取れたかな。栄養クリームを塗れって書いてあるので一応ね塗っておきます。こんな感じで少しね傷跡が残ってます。皮膚がめくれたのでかさぶたから再生された感じ。2ヶ月経ちましておおよそね消えてきました。個人差もあるかもしれませんが消えるまでね結構長かったです。よく見るとまだ薄くはありますが、まあ時期ね消えそうな感じ。顔とか目立つ部分で2ヶ月かかるとさすがにきついかも。はい、こんな感じです。あまり信用はしていませんでしたが結果的に効果の方はありましたね。レーザーの威力的には十分だと思います。さすがに徐々にしかできないので数箇所しか試していないですがスポット除去には効果の方はあると思います。レベル1とか2でも十分焼ける感じなので根深いものにも対応しそうな感じです。ただ使い方によっては怪我したりより目立つ傷をね作る可能性もあると思います。この動画で試した感じだとスポット除去には効果的に使えると思いましたが注意の方は必要ですね。こんな感じで動画の方は以上です。ご視聴ありがとうございました。